さあ始まりました SC チャンネル携帯ホラーゲーム実況、毎週月曜日12時に更新です。さあ本日は番外編ということで、ホラーゲームでもなんでもないです、僕がめちゃめちゃ今ハマってるドラゴンクエスト5やっていきたいと思います。もうホラーゲームじゃねえじゃねえかということで、まあでもね、今から戦うやつがある種ホラーなんでこじつけです。ただね、もう声を頼りにで、ちょっとね、一風変わったのがっつりやってみようと思って。まあ、ただ今俺が夢中なだけな、ドラクエ5を今日はやっていきたいと思います。まあ、声を頼りにのは続きが、あの SP の続きのゲームがありました。はい。なんで、そこで真のエンディングが見れんじゃないかなっていう、エンドゲームっていうんですか、その続編がちゃんとゲームとしてあったんで、それいつかやりたいなと思ってるんですけど、今日はドラクエやります。もうがっつり、そしたらね、もう一作品クリアしないと本当のエンディングにたどり着けなそうなんで、そこはおいおいというところで、今日はドラクエ5をやっていく。なんでかというと、実はちょっとね、もう実はこのゲームクリアしてまして、で、大体もう仲間にしたい、俺が大好きなモンスター。まあ、ツイッターなんか見てくれる人は分かったと思うんですけど、俺が大好きなモンスター全部仲間にし、クリアもしてます。なんですが、まだやれてないことが結構あって、やり込み度の話になるんですけど、この今目の前にいるこいつ。隠しダンジョンのボス、エスターク。いろいろなやり込み要素がある中で、このエスタークを、どうやら15ターン以内に倒すと、ゲームの中で博物館の館長を主人公というか聖司がやっているんですけども、その博物館に飾る、一番最後の品物、なんとか王者のトロフィーだけかな、なんかそんなようなものが手に入るらしいんですよ。食台に1個ね、飾るスペースが余ってて、そこにはまるやつを手に入れるためには、この超強い裏ボスエスタークを15ターン以内に倒さなければいけないらしいです。なんで今日はね、そのチャレンジの様子を番外編として、ホラーゲームじゃないですけど、お届けしようかと思い、今日に至ります。早速ぶっ倒していきましょう。15ターンでいけるかな。一回倒してはいるんですけど、その時ね30ターンぐらいかかってるんですよ。まずね、仲間の紹介をしたいと思います。今日のこのパーティー、ロビン、これキラーマシンですね。で、セージ、すいません、自分の名前で主人公です。で、ドラゴとシーザーという、この二人はグレートドラゴンです。うん。どうやら、エスターク自体が炎の属性を持ってるらしく、氷の攻撃に弱いらしいんですね。なんで、装備。キラーマシーンがレベル22、勇者は56、ドラゴが38のシーザーが43、結構上がってます。で、この注目すべきは装備ですね。まあロビンの装備はこんな感じ。メタルキングの剣でいきます。最強の武器ですね。で、私は破壊の鉄球王者の、もうこれも最強と言っていいでしょう、この主人公に関して。で、このドラゴン2匹をなんで入れたかというと、この武器ですね、ちょっと攻撃力が劣るんですけど、氷の刃ってやつを2人とも装備してます。炎属性の相手には氷の刃を使うと、どうやら 1.5 倍のダメージを与えられるということらしいんで、この2人に入ってもらっています。しかもこのキラーマシーンとグレートドラゴンは、このエスタークの主力の攻撃である、灼熱の炎とか、輝く息とか、その息系の攻撃すべて無効化。で、呪文も耐性も強い、このドラゴン二人です。で、このキラーマシーンも同じように、その息攻撃とか、呪文の攻撃に耐性がすごくあるので、まあ、彼を入れております。で、基本戦略として、このキラーマシーンに、道具ですね。まずこの、戦いのドラム。これを、倍切ると。要は攻撃力が2倍になるっていうアイテムですね、全員が。もう結構なチートなアイテムだと思うんですけど、この戦いのドラム鳴らしたらもう攻撃に専念。で、主人公は、どっちかというと回復係です。もう賢者の石使いまくるだけとか。
まあ、隙あらば攻撃みたいな感じにしたいと思ってます。世界中の雫も持ってる。で、この人氷の刃装備しつつ、そう、本当はね、オリハルコンの牙ってやつの方が強いんですけど、氷の刃でいきたいと思います。同じような装備ですね。祝福の杖を一応持たせてます。仲間に回復呪文ができると。僕の戦略としてはこの氷装備してるドラゴン2人、しかも息耐性、呪文耐性がある2人と、まあ、呪文耐性、息耐性がある程度あり、攻撃力も強いロビン。で、主人公は回復役という編成で15体以内に殺せるんじゃないかなと思ってます。見事殺せたら博物館になんとかのトロフィーっていうのを飾りたいと思います。行ってみましょう。順番これでいいのかな？まあ、一応、そっか、2番目か。防御力はちょっと高いからな。行こう。ぐごごごごごご。誰だ？我が眠りを妨げる者は。我が名はエスターク。今はそれしか思い出せぬ。果たして自分が善なのか悪なのか、それすらもわからぬのだ。その私、何をだ？私を滅ぼすためにやってきたのか。これ、家にするとまだ寝ちゃうんで。はい。ならば仕方がないな。私は滅ぼされるわけにはいかぬ。さあ来るがよい。でかい。音楽もおどろおどろしい。エスターク来たよ。いやー、作戦は全員命令させろっすね。まず当初の予定通りキラーマシンに戦いのドラムを叩かせます。私も、とりあえず、ヒットポイント減ってないんで攻撃な。で、もうみんな攻撃か。ドラムだけ先に行きたい。ちなみに4人とも星降る腕輪をつけているので、素早さはスタークを上回っていると思います。はい。はい、これで攻撃力2倍。192。あれ？大丈夫かこれ。灼熱炎。まあまあ食らうじゃん。え、待って。おお、2回。あれ？こんな、あれ？キラーマシン耐性はどうした？思いっきり食らってんじゃん。大丈夫か？まあいいや、行こう。もう、やばいよね、結構ね。前2人がやばいよね。賢者の石で行こう。はい、攻撃、攻撃。うん。うん。よいよ。イオナズン、ほら効かない。あー、主人公弱いな。耐性がない。効かない。耐性がない、君。他のやつは息耐性、呪文耐性がある程度ありますね。灼熱の方も食らっちゃうんだな。もう君がベホマだよね。自分にね。いけいけ、どんどんいけ。よし。やべ、何ターンか全然数えてねえや。どうなんだろう。あー、効き目なくなった。戦いのドラムの無効化されたようですね。痛いな。なんだ、俺に恨みでもあんのか。もう一回ドラム叩こうね。これはみんなちょっと食らってるけど。賢者の石いっとくか。いいよ。いいよ。どんどこどんどんどん。ああ、いいね。癒される。はい、癒された。いや、ドラム叩いた状態で、ドラゴン二人が攻撃できるのは、いいこと。メラゾーマ、クラウンかい。メラゾーマ2回。クラウンかい、君らメラ。まあでも、軽減はされてますね。これみんな攻撃でいいっしょ。いけいけいけ。いけ。氷の刃そんな強くないんじゃないかこれ。これは二人食らっちゃうか。あー、めんどくさいね。ドラム、賢者、攻撃攻撃。やっぱいいね、キラーマシン素早さも高いから。
ほんと優秀。一番好きかな、このモンスター。さまよう鎧と迷うところですね。これ大丈夫。俺だけ食らうのよね。俺だけ、恨みでもあんの君。政治集中攻撃じゃないですか。まあまあ自分にベホマばっか使ってんの。どんどんいけ。どんどんいけ。いや、15ターンってこれ。確かこいつが9000ぐらいだったかな、ヒットポイントが。回復しなくていい気もするけどな。いいよ。そう、いいよ。いいよ。やっぱ使うか。今何ターン目なんだろう、全然覚えてないな。あんまり強くないな、氷の刃。あ、やばい。死んだ。うわ、くそ。くそー、めんどくさい。一気にめんどくさくなった。やばい。死んだか。ザオラルしかできないな。ザオリクできる人がね、実は、あ、やべえ、しくった。ザオリクなんかする機会あったか。実はですね、他の仲間が、サンダー、ゴーレムですね。ゴーレム、パワーファイターです。サイモン、さまよう夜です。パワーファイターです。パワーファイターつうか、まあ、剣士ですね。でも、特技系がゼロ。ライオ、ね、こいつはなんだっけかな。ライオネックか。こう、回復はできないな。で、ギーガなんてギガンティスですからね。もう、パワーファイター筆頭ですから。無理。誰もね、回復できんの主人公ぐらいなんですよ。ザオラルか。100% じゃないんですよね、これね。生き返らないんかい、マジかい、マジかい、マジかい。あー、めんどくさいし。こう言ってる間にターンが終わってしまう。痛い。どうする?とりあえず、回復するしかないかな。迷うな。回復に専念した方がいいか、一回。その方がいいかな、この状態は。あ、やべ、祝福の杖も使わせればよかった。イオナズンは食らっちゃうんだね。おお、1! うおー、めんどくさいね。なにこれ。いやー、ちょっと一人、もう、ダメだな。戦いのドラムは、諦めて、行け、ゴーレム。で、体勢整ったら、戦えるんだよ。でも、もう間に合わないんじゃないかな。ハヤブサの剣が火を吹くぜ。こいつはだからもう行くしかないな。世界中の雫行きたいと思います。こうすればみんなね、オールメンバー全回復ですから。行け。はい。オーラ来た。うおーし、オッケー。まだバイキルドが効いてる。ハヤブサの剣です。サンダーはハヤブサの剣。うおー、耐性がないから食らう。めっちゃ食らう、ゴーレム。どうしよっかな。ゴーレム耐えたんで、戦いのドラムがまた欲しいからな。
入れ替えりつつ、もう一回ザオラウチャンス。よし、生き返った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 。耐えろ、このターン耐えろ、耐えろ。よし、耐えろ耐えろ。よし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 、いい感じいい感じ。ドラムをやっといた方がいいのか。いいな。賢者の石。ですよね。うん。うん。だいぶよろしくなってきた。主人公食らうな。おし、いいいいいい。これはだいぶいい。これはどうしよう。もうターンも結構進んでると思うんだよな。全員攻撃した方がいいな。いけ、いけいけいけ。どんどんいけ。どんどんいけ。キラマシン強いな。うお、死んだ。主人公死んだ。致命的。回復がいない。いやー、これはきつい、これはきつい。あー、うーん、もう一回ゴーレム行けで、攻撃攻撃、こういう時のために祝福の杖ちゃんを行こう。頑張れ頑張れ。あれ、普通にバイキルトかけたハヤブサの剣の方が強いんじゃないか。これ失敗したか。これは、まあでもドラム持ってんのこいつだからな。どの道出さないとダメだな。ああ、めんどくさいね。二回攻撃めんどくさいね。もう一回ドラムを叩かないといけないよ。お前はちょっと迷走だな。きつい。これ絶対15ターン超えてんな。あー、ちょっときついけど全員攻撃。畳みかけろ。倒した。何ターンだこれ。何ターンかかったんだろう。なんということだ。19ターン。結構使ってる、結構使ってる。あと4ターンか。なるほど。結局、そうだな。いろいろね、改善点が見えました。まずね、回復役が弱い。俺が弱い。落ちちゃダメだよね。で、まあ、キラーマシンもまあまあ、灼熱炎を食らうんだな。そして氷の刃の方が強いか疑問ですね、これ。オリハルコンの牙でいいんじゃないかという気もしてきた。そして、
ハヤブサの剣の攻撃の方がどうやら強そうだ。いや、ドラム叩いて同じぐらいかな。なるほど。これはね、やりましょう。これ皆さんやりますよ、僕。ちょっといろいろ改善して、次週、15ターンいけるかどうか、またトライしたいと思います。これはやっていこう。これはね、15ターンで殺すのをぜひ実現させたいと思いますので、来週もめげずにエスター君挑戦したいと思いますので、お楽しみに。さあ、SC チャンネル月曜日。本日は、ホラーゲームではないですが、ドラゴンクエスト5、やっぱ面白いね。俺大好きなんだよ。5が一番好きなんだよ。お届けしました。次週は絶対エスターク15ターン以内に倒して、なんとかのトロフィーですか?手に入れたいと思いますので、お楽しみに。以上、服部誠二でした。